どうしたものかな。全然 YouTube の企画思いつかんな。なんか別のことでもやろうかな。そうや、久しぶりにバスケの聖地にでも行ってみようかな。よし、そうしよう。久しぶりに高速乗ったけど、相変わらずロスの高速は車が多いな。しかし教育、バスケの聖地は空いとるんかな。どうなんかな。でも今日の天気は最高やね。外出には持ってこい。それではいざ出発。ちょっと今回はいつもと違ったルートで攻めてみようっと。おお、なんやこのおしゃれなところは。散歩コースにはもってこいやね。こういったところで散歩しとったら、コロナで病んだ心もなんか癒されるよね。いやー、こういったところにダンクマンもいつかお金を貯めて別荘か何か買いたいね。ほら、見えた。相変わらず全然変わってないね。こうやってロサンゼルスのストリートではね、無理やり物を売ってこようとする人がいるから、今後もし LA に来る予定がある方はくれぐれも気をつけてください。もうここに書いてあるから種明かしするけど、今日来たのはベネスビーチ、ストリートバスケの聖地。ここでバスケの映画の撮影がされたり、オフシーズンには NBA 選手ドワイト・ハワードとかもこの前来とったりして、かなり賑わってる場所。この場所はね、ダンクマンにとってもかなりお気に入りの場所で、怪我をしてからもう1年近く来てなかったから、とてもテンション上がってます。これはマッスルビーチといって、海にある筋トレジムとして有名やったんやけど、コロナで閉まっとるね。全然誰一人バスケやってないやん。そういうことね。コロナ対策でバスケをやらせんためにゴールを塞いどるんやね。ああ、せっかくここまで来たのに。I like to come to Venice a lot. It's my spot. I usually come out here for a week. I make music, so my manager's out here. Oh. So I come here pretty often during the year. So you're an artist? You rap? Yeah, I rap. Okay. I play college basketball too. So yeah, in Pennsylvania. He was my teammate. Channel, yeah. What's your YouTube channel about? It's about basketball, you know. Oh, for real? Yeah. Okay. Yeah. So I like dunking. I like jumping. So can you dunk? I used to. Right now I'm injured, but you can check me on. You used to dunk? Yes. Yeah? Oh.You got game now, bro? You jumping, you got... With the game, ベヌスビーチのいいところは、ああやってすぐ知らん人とでもすぐ仲良くなれるところ。ベヌスビーチの散歩日記シリーズ化しようかな。みんなコメントして。
やっぱりコロナだから全然いつもよりも人が少ないし、店も閉まってるところもあるね。この時にもしも面白そうな人がいたら話しかけようと思ったけど特にいなかったから、それはまた次回に持ち越しということで。でもやっぱりベニスビーチは歩いてるだけでも楽しいね。では最後にあのバスケットボールの聖地を見て帰ろうか。普段はいつも人で溢れ返ってるけど、やっぱりゴールを塞がれてるから全然人がおらんね。この後ろの段差も普段はいつも人がたくさんいるけど、今回は全然おらんね。というわけでもうそろそろ車に向かって歩いていきたいと思います。こんなところいくら出したら住めるんやろ。やっぱり何億はするんやろうな。やばい、全然帰り道がわからん。今日の晩飯どうしようかな。